サノバウィッチ。はいどうも、トツクチュートレンのつくもです。ということでサノバウィッチ東京ルートパート20続けていきたいと思います。そんな日々を過ごす中、ある日あやつさんが教室で俺の袖を引っ張った。その隣にはチーバさんも立っており、その表情は真剣そのものだ。星名くん、ちょっと例の件で話があるんだ。わかった。今日部活を休んで戸隠先輩のお見舞いに行っても大丈夫でしょうか？見舞い？それは多分大丈夫だけど、もしかして何か分かったことが？七尾も自信はなくて、成功するかどうかもわからないんですが、一つだけ試してみたいことがあるみたいです。一体どんな方法？私や椎葉さんが欠片を回収するのと同じです。あれは具体的には相手に魔法を打ち込み、気持ちを欠片という状態にして回収を行っています。つまりね、私たちのマグなら相手の心に魔法を打ち込んで干渉することができるんだよ。それじゃあ目覚めるための魔法？いえ、封印する魔法は常に発動しているので、外から解除するのは難しいらしくて。だから今回打ち込むのは魔法じゃなくて魔力の塊をぶつけるの。そうして戸隠先輩の魔法に強い魔力で干渉して、不具合を引き起こさせて封印している魔法を壊します。壊す？それってトークさんは大丈夫なの？そこに関しては大丈夫だろうって言ってました。魔力の塊をぶつけることで多少のショックを与えるかもしれないそうですが、先輩の心にひどい影響を与えるものじゃないそうです。そうか。けどその魔力の塊はどうするの？それに関しては私たちが今までに集めた中から出せるようにしてもらったよ。え、いやけど。いいんです、星名くんや戸隠先輩にはお世話になりましたから。そうだよ。それに今のままじゃちょっと寂しいから、やっぱりみんながいてこそのおかげんだと思う。そうです。それにこのままじゃ人の相談を聞く余裕なんてありません。そういうこと。戸隠先輩を心配しているのは星名くんだけじゃないんですよ。分かった、ありがとう。そんな、頭を上げてください。そうだよ。それにその言いづらいことだけど、成功するかどうかはまだわからないから。それでも本当にありがとう、二人とも。言ったはずですよ。心配してるのは星名くんだけじゃないんです。だからお礼は必要ありません。そうそう、とにかく今日の放課後にね。うん、よろしく頼む。もしかしたらこれで戻ってきてくれるかも。届くのかもしれない、トークさんの心に。それじゃあ行きましょうか。あ、でもその前に途中でお見舞いのお花を買ってもいいですかね？それはもちろん構わないけど。ん？何です？もしかして自分は行っちゃダメとかそんなこと言わないですよね？自分だって心配なんですから、せめて挨拶ぐらいは。いや、そんなことを言うつもりはないって。さすがに仲間外れはかわいそうだ。それにどうせなら部員全員の声をトークさんに届けたい。あと七尾も来ますよ。駅前で待ち合わせです。わかった、そうだね。その方が俺としても助かるよ。じゃあ遅くならないうちに行こう。お邪魔します。戸隠先輩は、あ、今は寝てるみたいだね。じゃああんまり騒がしくしない方がいいですね。とりあえずお見舞いのお花を。花瓶ってありますかね？どうかな、学生の一人暮らしだと花瓶はないかもしれない。あー、失敗したかも。どうしましょうか。
花瓶になれそうな空のボトルがそっちにあるはずだから。あ、じゃあそれを洗って使わせてもらいますね。スポンジどうしよう。食器を洗うのとは変えた方がいいですよね。なんかこういうのを洗うのに適したのはありますかね。新しいのがあるよ。なくなったらまた買っておくから。なんかすっかり慣れてますね、星野先輩。まあね、シンク用のスポンジを、稲葉さんに渡す。あとは任せてもいい？はい、お任せです。じゃあよろしく。ボトルを洗うのは稲葉さんに任せて、俺は眠る瞳子さんに近づく。どうですか、七尾、戸隠先輩の様子は。特に変化は見受けられない。やはりこのまま放置していても回復はいつになるかわからないだろう。起こすためにはやってみた方がいいと思う。干渉することでせめて何かしらの変化を与えるきっかけだけでも作れれば。わかりました。それじゃあやってみましょうか。でもその前にまずめぐるちゃんをごまかさないと。そうだな。これでよしっと。うん、綺麗。匂いがあるわけじゃないけど、邪魔にならないようにこっちのテーブルに飾って。あ、そうそう、あとこれお見舞いのショールです。これからの時期もっと寒くなりますからね。とりあえず忘れないうちに星名先輩に預けておきますから、戸隠先輩が目覚めたら渡しておいてください。わかった。ちゃんとみんなからのお見舞いの品だって言っておくよ。でさ、本当に悪いんだけど買い物を頼めないかな。牛乳と何か果物。なんで来る前に買わなかったんですか。本当にごめん、すっかり忘れてて申し訳ないんだけど、お願いできないかな。仕方ないですね。わかりました。でもスーパーはどこにあるんですか。表の道を西側にまっすぐ行けば5分もしないうちに着くから。ラジャーです。で、西ってどっち。この建物を出てお箸を持つ手の方角。さすがに右と左ぐらいはわかりますよ。ベーッと舌を出して稲葉さんは部屋を出ていく。その背中に申し訳ないと思いつつ残った面々に向き直る。多分10分ぐらいだと思いますけど。十分だよ。ではまずは2人に魔女の姿になってもらおう。はい、はい、それで具体的にはどうすればいいんですか。詳しい方法は私たちもまだ聞いてないんですが。特別なことをする必要はない。君たちはいつものようにすればいい。ただしネネはこの弾丸を。手品のように一発の弾丸を取り出し、アイツさんに手渡した。それからシーバさんの方に手を伸ばして、そのハンマーに軽く触れる。目の前が一瞬真っ白になるほどの光をシーバさんのハンマーが放った。さっきのは。これで準備は完了だ。シーバさんの方も次の一撃は彼女に魔力を流し込むことになる。私はこの弾丸を撃てばいいわけですね。ああ、そして二人のマグには今回収とは逆向きの魔法がかかっている。ここで重要なのは魔力を打ち込む際の二人の思いだ。私たちの思い。魔力を打ち込む際、君たちにも彼女に対する気持ちを乗せてほしい。その気持ちが声となり彼女の意識を呼び起こすことにつながるかもしれない。わかりました。でもそれなら星名くんの思いを乗せた方がより効果が高いんじゃないですか。そうしたいのは山々だが、星名くんはマグを扱えない。一応その方法も考えてはみるが、今すぐには思い浮かばない。とにかく今回は君たちで。そうですね。それじゃあ一緒にタイミングを合わせて。うん。二人はベッドに眠る瞳子さんの前に立つ。戸隠先輩、起きてください。みんな心配していますよ。もちろん私たちもです。だから起きて、
戻ってきてください。また一緒に部活をしましょう。部室で待っています。だから戸隠先輩がいないと寂しいです。だから戸隠先輩。強い意志とともに、あいつさんは激鉄を、稲葉さんはハンマーを打ち下ろす。今までに見たことないぐらいの輝きが瞳子さんの体を包み込んだ。起きて、起きてください。また声を聞かせてほしい、笑顔を見せてほしい、手料理を食べさせてほしい、俺に触れてほしい、一方的にじゃなくちゃんと触れ合いたい。だから瞳子さん祈る。俺の目の前で輝きは瞳子さんの体の内側に収束していき、瞳子さん、これは俺たちの目の前で神々しく輝いていた。それが瞳子さんの体に全て取り込まれる前に光が弾け散った。飛び散った光の粒子はいつかと同じ羽となって部屋の中に舞い落ちる。これって成功なんですか？尋ねながら俺は成功だとは思えなかった。光が弾けたその様はまるで拒絶するかのようだったから。そんな俺の危惧が伝播したように、あやつさんと椎葉さんも心配そうな表情を浮かべる。その視線を受けた相馬さんは瞳子さんの様子を注意深く観察、そしてすまないと一言申し訳なさそうに謝罪をした。失敗だ。そんな。ですが七尾、今の反応を見ると何の意味がなかったとも思えません。もう少し続けてみれば。そうだよね。もう少し続けたら戸隠先輩だって起きてくれるかも。魔力のことなら私は気にしませんから。私も。いや、そういうことじゃないんだ。今の反応は妙だった。まるでネネやシーバさんの思いを拒絶するようで。確かにそんな風に見えましたね。もし本当に拒絶しているとしたら何度落ち込んでも無駄だろう。そんな。どうして。何か別のアプローチを考えてみよう。しかしどういうことだ。彼女は目覚めたくないというのか。あ、いや、すまない、軽率な発言だった。いえ、それより二人とも早く制服に戻った方がいい。稲葉さんが戻ってくるだろうから、消えていたら不思議に思われるよ。拒絶、本当に瞳子さんが拒絶をしているんだろうか。もし本当にそうだとしたら一体なんで。戸隠先輩全然起きないですね。眠るのにも体力は必要ですから、回復しているということじゃないでしょうか。そっか、そうだね。それじゃああんまり長居してもあれだから、そろそろ私たちは。ですね。こうして顔を見られただけでも十分ですし、今日は引き上げましょうか。にしても皆さんなんか暗くありません？いえ、別にそういうことはありませんが。今日は体育があったから授業の疲れが出てるのかも。そういうことなら余計早めに帰った方が良さそうですね。星名先輩はどうするんですか？俺は夕食の準備をするから今日も泊まるかも。そうですか。でも星名先輩まで倒れたらダメですよ。自分に手伝えることなら何でも手伝いますから。ありがとう稲葉さん、何かあったら相談させてもらうよ。なんか妙に素直ですね。ちょっと不気味。そうか、まあ好意ぐらいは普通にさ。それならいいですけど、無理はしないでくださいね。ありがとう稲葉さん。私もできることがあれば手伝いますから、いつでも連絡してください。私にも遠慮なんてしなくていいからね。ありがとう二人とも。じゃあ自分らはこれで。
早く元気になって戻ってきてくださいね、戸隠先輩。それではまた。ああ、うん、今日は本当にありがとう。星野くん、今日は私もこれで失礼するよ。今回のことが悪い影響を及ぼすことはないと思うが、彼女に変化が起きたらいつでもいい、連絡をしてくれ。星野くんが少しでも気になったのなら、どんなに些細なことでも構わないから。わかりました。うん、それじゃ。はい、今日はありがとうございました。そうして部屋の中が再び静かになる。トウコさんが目覚めるですかね、気配はない。よし、夕食を作ろう。今日も美味しいのを作るぞ。そうして作った夕食をいつものように二人で食べる。俺が話しかける中、黙々と夕食を口に運ぶトウコさん。食べ終えればしばらくその場でぼーっとして、俺が片付けを行っている間にベッドに戻る。それも全ていつも通りの光景だった。本当、いつも通りだな。トウコさん、ほらこれ、みんなが花を買ってきてくれたんです。綺麗ですよね。それにショールも、寒くないようにって。ベッドに横たわるトウコさんに、俺は布団の上からではあるがショールをかけた。みんな待ってくれてますよ。待ってるのに。いや、そういうことじゃないんだ。今の反応は妙だった。まるでネネやシーバさんの思いを拒絶するようで、彼女は目覚めたくないというのか。あの言葉、本当にトウコさんが拒絶しているならどうして。知りたい、トウコさんの本当の気持ちが知りたい。そろそろ寝ましょうか。もやもやとした気持ちを抱いたまま、俺は電気を消そうとして、ふと視界に入ったそれに気を奪われた。トウコさんの日記。それはダメだ。さすがに、いくら恋人だとしても、それはマナー違反だと思う。ちゃんとわかってるし、最低な行為だと思う。だけど、俺は自分を止めることはできなかった。どうしても、さっきの相馬さんの言葉が頭の中をぐるぐると回っていて、我慢しきれず、今まで触れることもしてこなかった日記帳を手に取った。11月8日、今日は日記を買った。これから毎日日記をつけようと思う。その理由は、最近ちょっと忘れっぽいらしい。らしいというのは、自分では忘れていることがわからないから。だって、忘れちゃってるからね。今日もシュウ君と話をしていて、パフェを食べた話をされた。でも私にそんな記憶はなく、今もまだ思い出せていない。自分が何を忘れているのかもわからないぐらい綺麗に忘れちゃってるみたい。どうしたんだろう。とりあえず病院には後日行くとして、これからメモを残しておこうと思う。なので起きたらまず日記を見ること。そうして始められた日記にはいろんなことが書いてあった。まず俺と弁当の交換をしていること、俺とどういう経緯で付き合い始めたか、他にも俺との会話、卵焼きの味や自分が作った弁当、俺が作った弁当についてや細かい約束について、そしてどれぐらい俺のことを好きかということ。私はシュウ君が好き、大好き、一緒にいてホッとできる、空っぽだと思ってた心が本当に温かくなる。これがきっと恋。私はきっと夢の中のあの人と同じように笑えてる。その自信がある。記憶を忘れてもこの気持ちだけは忘れない。絶対に。忘れたくても忘れられない気持ち。シュウ君と一緒にいられることはそれぐらい幸せ。そんな気持ちと同時に書かれていたのは、記憶を失うことへの不安。また私は忘れちゃってたみたい。どうやら日記に書いてない部分もあるみたい。こんなことなら子供の頃から日記をつけてればよかった。
病院に行ってみた。でも異常は見つけられない。精神的なもの？こんなに幸せなのに？怖い。幸せが抜け落ちるのが怖い。不安は日を追うごとに分量が増えていく。寝るのが怖い。起きた時、シュウ君のことを忘れてしまっていたらどうしよう。せっかく自分が空っぽじゃないと思えたのに、なくしちゃうのかな。シュウ君と一緒にいたい。ずっと一緒にいたい。シュウ君のことばっかり考えてる。そうしないと忘れてしまいそうで。こんなに常に考えているのに、それでも記憶が抜け落ちる。どうして？こんなに大切なのに、どうしてなの？やっぱり変だ。こんなの変だよ。病気でもないのに、大切な思い出が消えていく。こんなこと、シュウ君に知られたくない。知られちゃいけない。でも、一人は嫌だよ。そして日記が書かれてある最後のページにたどり着く。今日は今から一緒にシュウ君と眠る。起きた時のことを考えると不安はあるけど、大丈夫だよね。それぐらいは覚えていられるよね。頑張ろう。きっと大丈夫。気持ちは消えたりしない。私のこの気持ちだけは消えたりしない。それに今日はシュウ君がそばにずっといてくれる。今日は一人じゃない。久しぶりに幸せな気持ちで眠れそう。ありがとうシュウ君。最後はそんな風に締められていた瞳子さんの日記。そして大きな幸せを感じたから、瞳子さんは記憶を失って、ごめん、トウコさん、ごめん。ずっと笑っていてくれた。俺に心配をかけないように、いつもと変わらない笑顔を浮かべて、楽しそうにしてくれていた。こんな不安を一人で抱えたまま、トウコさん、一人にしない。一人にしないから。限界だった。これ以上耐えきれなかった。俺は涙をボロボロと流しながら、力の入っていないトウコさんの手を握りしめる。話したりしないから。ずっと一緒だから。だから起きて、瞳子さん。そうして俺はその場で泣き続けた。瞳子さんの手を抱きしめるようにしながら、知らないうちに力が強まり、瞳子さんが痛みを覚えそうなぐらい強く締め付けたその時、まるで痛みを訴えるかのように、繋がった手から眩しい光が放たれ、これ、アイツさんやシーバさんが打ち込んだ時と同じ白い光。これは、魔力の光。次の瞬間、光は羽となって部屋中に舞い上がる。そして俺の意識は光の中に吸い込まれていく。あれ、これは、俺は確か白い光に飲み込まれて、以前にも見たことがある気がする。そう、夢だ。以前、瞳子さんと一緒に寝た時に見た夢。あの時は確か、父さんと母さんに似た若い人がデートをしてて、あ、またいる。あの二人。やはり、見れば見るほど若い父さんに見える。母さんらしき人は、写真よりもほんの少しだけ若いかも。前も見たけど、これって、瞳子さんがいつも見ている夢なのかな。何を会話しているのかまでは聞き取れないけど、その表情ははっきりとわかる。にっこりと笑う母さんと、恥ずかしそうにはにかむ若い父さん。可愛らしくはにかむおっさんって、ちょっと気持ち悪いな。いや、今俺が見ている父さんは中年って年じゃないんだけど。でも、本当に幸せそうだ。瞳子さんが憧れたって言っていた気持ちがよくわかる。俺だって、自分の不自然な笑顔が嫌いで、母さんの自然な笑顔に憧れて、おかけに入部したんだから。けど、あの母さんの笑顔は、写真よりも幸せに見える。あれが、瞳子さんが憧れた、母さんの笑顔。けど、俺はどうしてここに？
もしこれがトークさんの夢だとしたら、なんでその中に俺まで。きっとね、シュウ君の魔法が暴走してるんだと思う。トークさん。声が聞こえた方に視線を向けると、そこにはトークさんが立っていた。いや、けどなんだろう、何か違和感を感じる。なんというか雰囲気が、俺の知っているトークさんとは少し違う気がする。今私の中の魔法が暴走して、自分の意識まで飲み込んでしまったように、シュウ君の魔法も魔力の過剰な供給によって暴走してるんだと思う。それによって私の心に触れて、こちらの魔法に飲み込まれた。今共有してるのは私の夢だよ。魔力の過剰な供給？うん。ここまで大きく暴走するなんて、きっとシュウ君だけの問題じゃない。何か心当たりはない？大量の魔力について。シュウ君が強く願ったから大量の魔力に反応したんだと思う。大量の魔力、それってもしかして俺がアイツさんから奪ってしまったかけら？他に考えられない。それがトウカさんへの気持ちに反応して、こんなに必死に祈ったのなんて初めてだったからな。というか、あなたはトウカさんとは少し違いますよね。誰なんですか？トガクシトウコだよ。シュウ君の知ってるトガクシトウコ。ただし君の知らないトガクシトウコでもある。それはつまりアルプで会った頃の記憶も持っているということですか？うん、そのこと知ってるんだね。私が普通じゃないってこと。詳しいことは知りません。ただ俺の母さんが契約を交わしていたアルプかもしれないっていう話を聞きました。正解。それは彼女から聞いたの？シュウ君が知ってるもう一人のアルプから。はい、相馬七尾さんといって、俺の力について教えてくれた人です。それはあやちさんと契約を交わしたアルプ？それともシーバさんの方？あやちさんです。そっか。あやちさんとシーバさん、そして相馬さんのことを知っているってことは、もしかしてさっきのことも気づいていたんですか？うん、私は今外のことは何もわからないんだけど、さっき私の中に魔力が流れ込んだのは感じて、あやちさんとシーバさんの気配があった。それと私の知らないアルプの存在も。きっと私をここから引っ張り出そうとしてくれてたんだよね。トウコさん、一つ教えてください。相馬さんが言っていました。魔力を打ち込んだ時、トウコさん自身がそれを拒絶しているかもしれないと。それは本当なんですか？トウコさんは気づいていたのにそれを拒否したんですか？それは、トウコさんは今のこの昏睡みたいな状態を望んでいるってことですか？それは違うの。そんなことない。別にね、今のままがいいって思ってるわけじゃないんだよ。夢の中に閉じこもってみんなを心配させて申し訳ないって思ってる。なら、でもね、これが私なの。どういう意味ですか？シュウ君のお母さん、すごく幸せそうな顔してるよね。はい、俺たちに関係なく、トウコさんの夢は続いている。母さんと父さんは本当に幸せそうな顔でデートを続けていた。俺とトウコさんも周りから見たらあれぐらい幸せに見えているんだろうか。シュウ君のお母さんはね、とても強い人だったの。耳のことは知ってる？はい、父さんから聞きました。病気のせいで聞こえなくなったって。私が出会ったのはそうなってからもう何年も過ぎてからだった。最初はね、耳のことで契約をするかなとも思ったんだけど、彼女とはその契約はできなかった。彼女はそれを心から望んでなかったから。強い願いじゃないと契約を結ぶことはできないからね。
辛さも不便も感じていたけれど、それを願うほどじゃなかった。むしろ立ち向かうみたいにして、とても強い人だったよ。子供みたいに無邪気ですぐ泣いたりするのに、決して折れたりしなくて。そんな人だったんですか。私はそんなあの人に興味を惹かれてたの。それまで見てきた中にはいない特別な人だったから。そんな強い人がね、とある男の人と出会って変わったの。それが俺の父さんですか。うん、彼のことが全然わからないんだって。明るくて元気で優しくて、でも空気の読めないところもあって、よくわからない人だって言ってた。ああ、あの親父だから。でもね、そんな人なのに一番理解をしてくれようとしたんだって。同情や決めつけでなく、一つずつゆっくりと理解をしてくれようとした。今まで出会ったことのないタイプ、しかも何を考えているのかさっぱりわからない人で、だから知りたいって。そこでようやく自分の耳が聞こえなくなったことに悔しさを覚えたんだと思う。だったら耳が聞こえるようにって願いそうなものですけど。ううん、耳が聞こえない分、言葉でも伝わりきらない心を彼女は知りたいと願ったんだよ。そうやって日向ゆいっていう人はね、たった一人の男の人のためにアルプと契約までしたの。母さんか。俺は母さんにもっと大人びた人で温和で優しくて怒ったりすることのない聖人君子、もしくは聖母みたいなイメージを抱いていた。けど実際にはそんなことはなくて、もっと子供で負けず嫌いで自分の欲望に素直で、もしかしたら俺に似ていたりしたのかもしれない。あれほど強い人にそんな決意をさせる恋っていう感情がとても不思議で気になって、恋をした彼女は今までに見たことないぐらい幸せそうな顔をして、私の興味はどんどん恋っていう感情に移っていった。そして私はその好奇心を抑え切ることができず、人として生きる決意をしたの。だからね、この記憶と感情は戸隠瞳子という人間の全てなの。それってずっと恋を知りたいと思ってた。でも他には何もない。学院に行って勉強して、みんなと他愛ない話をして、うちに帰って眠る。ずっとそんな日々だった。だからね、私はこの記憶を失ったら本当に空っぽになる。目的もなく毎日を過ごすだけの空っぽになっちゃうんだよ。それじゃあ拒絶した理由は怖かったから。本当はね、人として生まれ変わった時にアルプの頃の記憶は捨てるつもりだった。でも記憶を捨てて生きることに不安を抱いたの。自分が本当に人として生きることができるのか。だから保険として一部の記憶を夢として残した。アルプとしての最後の力を使って、夢の中だけではこうして昔の記憶を共有してる状態になるの。私が人として生きる決意をした気持ちを忘れたくなくて。つまりこの状態から出したらアルプの頃の記憶は完全に失う。暴走した魔法が自然と収まらない限りは。だからあの時はアヤチさんとシーバさんの魔力に応える覚悟ができなくて。トークさんの気持ちは分かりましたけど、これからどうするつもりなんですか。ずっとこのままでいるつもりなんですか。それは俺は今までみたいにトークさんと一緒に幸せな時間を過ごしたいです。私もシュウ君と過ごしたいけど、
捨てられないよ。これを捨てたら私は私じゃなくなっちゃう。本当に空っぽになる。だから私は…瞳子さんの声が尻すぼみになる。それに合わせるようにして俺の目の前が暗くなっていく。いや違う、これはこの夢の中が変になってる。瞳子さん、これは…ごめん、ごめんね、シュウ君。でも、私は…本当に申し訳なさそうに謝罪の言葉を重ねる瞳子さん。同時に世界がもっと暗くなり、瞳子さんの姿が遠くなっていく。瞳子さん、俺が聞きたいのは、そんな謝罪じゃなくて…その姿を追おうとするが、ガツッと透明な壁に阻まれた。これ、瞳子さん。俺の声が聞こえていないかのように、瞳子さんとの距離はさらに大きくなる。追いたくても、壁が邪魔をして、俺の進行を阻む。行くな!そして、世界が完全に真っ暗になっていた。もう、瞳子さんの姿は見えない。声も聞こえなくなり、気配を感じることが、できない。そんな、俺の声は、瞳子さんに届かないまま、瞳子さんの気持ちもわかる。子供の頃から一人で10年以上もずっと大切に抱えてきた生きる目的を捨てろと言われたら誰だって不安になるだろう。それは自分の一部を捨てろと言われているようなものだから、その気持ちは理解できる。瞳子さん、ざけんな。罵声とともに俺は見えない壁に、拳を叩きつける。理解できるからって諦められるわけないでしょうが。ここまで来て今更引き下がれるか。夢の中だというのに拳が痛い。殴り方が悪かったのか、手首までズキッと痛む。それでも俺は目の前の邪魔な壁を殴った。何度も何度も殴りつけた。空っぽとか目的がないとか、そんなの誰だって同じでしょう。俺だってそうだった。おかけんに入るまで、瞳子さんと出会うまでと、熱いガラスでも殴っているような音が響き渡る。けど、瞳子さんの返事はまだない。瞳子さんが過去を捨てるのが怖いように、俺だって瞳子さんを失うのが怖い。俺の心が空っぽになる。何度も殴り続け、右の拳が痛みと熱で徐々に感覚が薄れてきた。それでも俺は殴り続けた。俺は、瞳子さんのことが好きだ。大好きだ。俺には瞳子さんが必要だ。瞳子さんだって、俺が必要なはずだ。だってそれだけ一緒に過ごしてきたんだから。俺と一緒に大切なものを作り上げてきたはずだ。そうやって共有してきたはずだ。俺はそう信じてる。だからそんな過去にすがってないで俺を選べよ。その時、今までのガラスを殴るのとは違うか細い音が響き渡った。夢だけで満足なんですか？見てるだけで十分なんですか？違うでしょ。瞳子さんの願いはそうじゃない。自分で経験するために人間になったんでしょうが。だったら俺のそばにいろ。俺がその願いを叶えてやる。それにアイツさんもシーバさんも稲葉さんもみんな心配してる。ブスで待ってる。壁を殴る音だけじゃない、他にも聞こえてくる。それは音だけじゃなく人の声まで。戸隠先輩、先輩がいてくれないと悲しいです。また一緒に誰かの悩みを解決させましょう。コーヒーを入れて待っていますから。戸隠先輩がいてくれないと寂しいです。先輩の優しい笑顔が見たいです。無実で待ってますからね。拒絶されても残っていたのか、二人の魔力が声となって反応する。そしてショールなら病気が治ってからも使えますよね。早くまた一緒に部活できる日が来るといいな。ショールに込められた稲葉さんの思い、これも俺の暴走している力のせいなのか。その答えを探すよりも俺は必死に壁を叩き続けた。届け届け届け、瞳子さんに俺のみんなの声届け。これでも自分は空っぽだって言うんですか？みんなが心配して待っている場所があって本当に空っぽなんですか？見てるだけじゃ不満なんでしょう。
自分で手に入れたいんでしょ。だったらこんなところで一人で夢を見てないで出てこい。何でもいいからとっとと俺を選べ。ついに俺の拳が壁を越える。ガラスを割ったみたいな音とともに暗い壁の向こうへ、向こう側への穴が開く。そしてその奥には驚いた顔のトークさんがいて、見つけた。シュウ君。黙って、もういいです。トークさんの意見は聞きません。いいから黙ってこっちに来い。強引にその手をつかみ、無理やり体を引き寄せる。そして強く、今まで抱えていたストレスを発散するように強く、トークさんの体を抱きしめた。やっと感じられた、トークさんの体。もう離さない、絶対に離さないから覚悟してください。俺はトークさんとずっと一緒に生きていたい。絶対幸せにしてみますか、見せますから。夢を見るよりももっともっと幸せにしてみせますから。過去にしがみつかなくていいです。人の声にすがらなくてもいいはずです。それとも俺のぬくもりより過去の夢の方がいいですか。まあ断ったところで絶対に話しませんけどね。だって俺はこのトーコさんのぬくもりが大好きですから。そうだね、こんなに暖かいんだもんね。夢を見てるだけじゃ手に入らないぬくもりを私はもう持ってるんだよね。トーコさんが不安になる気持ちはわかりますけど、その分俺が埋めますから。空っぽになんてさせたりしませんから。一緒にこれからも積み上げましょう、大切なものを。ごめんね、シュウ君。私はとっても弱くて、信じるんじゃなく逃げちゃって。捕まえたからもういいです。うん、ありがとう、シュウ君。それにごめんね、シュウ君はこんなに私のことを思ってくれてたのに。みんなも私のことを心配してくれてたのに、私は自分のことばっかり。反省してください。そこは猛省してください。それでもうこんなことはないようにしてください。ごめん、私もシュウ君のことが好き、大好き。そうだよね、こんなにシュウ君のことを思ってるのに空っぽなんかじゃないよね。もう離さない。まあどこに行こうと追いかけますけどね。そっか、逃げられないのか。私大変な人と恋人になっちゃったんだね。そうです、俺を触れさせた責任取ってください。そういうのは普通女の子のセリフだよ。クスクスと笑いながら抱き合う俺たち。その触れ合いは肉体的なものだけじゃなく、心の奥から温かくなってくる。優しく俺を包み込むぬくもりが心地いい。なんか瞳子さんの気持ちがダイレクトに伝わってきて。私も感じてるよ、シュウ君の気持ち。強くて火傷しそうなぐらい熱くて本当に素敵。私のことこんなに思っててくれたんだね、嬉しい。私今すごく嬉しいよ。ええ、思っていました。とても思ってました。だから余計につらかったですよ、この数日は。それについては本当にごめんなさい。けどいいです、もういいんです。こうして幸せになれたから許しますよ。うん、ありがとう。と言っても俺が許すだけで、あやつさんたちが許すかどうかは知りませんけどね。そんな怖いこと言わないでよ。冗談ですよ、冗談。けどこれぐらいのことは言わせてください。こういう冗談が言えるのも全部解決したからなんですから。うん、ごめんね。でも私はもう迷わないから。俺は最初から迷ってません。それぐらい瞳子さんのことが好きです。愛しています。私も大好きだよ、愛してる。その揺らぎのない声に俺は安堵の息を漏らす。早く俺にあの煮物の味付けを教えてくださいよ。うん、シュウ君のお母さんの煮物の味
やっぱりそうなんですか。昔ね、契約をしてた頃に教わったことがあるので、その頃を夢に見たこともあって、だから多分夢の中で見た味付けの仕方をなんとなく覚えてて、あの味になっちゃったんだと思う。なんとなく覚えててってことは、今のこの記憶って覚えてるんですか。うん、多分私は忘れちゃう。魔法はさっきシュウ君に壊されてもう維持できないから、今この世界で起きてることは抜け落ちると思う。でもね、シュウ君への気持ちは忘れない。もう絶対に忘れたりしないから、起きても大丈夫。そうですね、俺もいることだし、嫌でも思い出させてあげますから、覚悟してください。何度だって惚れさせてみせますよ。うん、期待してるね。そう言って笑う瞳子さん、あ、やっぱり可愛い。そしてこの笑顔を見ると安心できる。俺にはこの笑顔が必要なんだ。好き、大好き、大大大大好き、心から愛してます。じゃあどれぐらい愛しているのか、お互いの気持ちを確認しましょう。確認ってどうやって。それはもちろん俺たちだからこその確認の方法があるでしょ。あ、うん、そうだったね。以前は毎日キスしてたのに、何日ぶりだろうね。え、それはその、うん、あ、もしかして私の知らない間にキスをした。じゃあその確認も含めてキスしてみましょうか。もうしょうがないな。ここはいつの間にか俺も寝てしまっていたらしい。いや、本当に寝てたのか、あの夢は。そうだ、夢、瞳子さん。慌てて目を向けるが、瞳子さんは相変わらずベッドの上で静かに眠ったまま、寝る前と何も変わりはしない姿がそこに。瞳子さん、おはよう、シュウ君。瞳子さん。え、なになに、急にどうしたの。よかった、本当によかった。さっきのはやっぱり夢じゃなかったんだ。きっと俺と瞳子さんの心が本当につながって、いや、あれが事実だったのか夢だ、俺の夢だったのか、それはどちらでもいい。こうして瞳子さんが目を覚ましてくれたことが一番重要だ。起きてくれて本当によかった、瞳子さん。そんな大げさな、普通に寝てただけだよ。でもあれ、私どうして部屋にいるんだろう。確か学院に行って部室で、あれ、部室の後のこと何も思い出せない。私また記憶が違います。瞳子さんは部室で倒れたんですよ。そう、高熱で。高熱？そんな風に思わなかったけど、でも倒れちゃったのならそうなんだろうね。ごめんね、迷惑をかけちゃって。部屋まで運んでくれたのはシュウ君なんだよね。それぐらいは恋人ですから当然です。それよりも瞳子さん、記憶の方はどうですか。その熱のせいで記憶が混濁してて、それを欠落と勘違いしたんじゃないかって病院の先生が。ね、前に病院に行った時には特に何も言われなかったけど、あれ、でもちゃんと思い出せる。間違いありませんか。うん、コシジさんのことも、3人でパフェを食べたことも、パーティーも、初デートも、その後も。不意に顔を真っ赤にした瞳子さんがガバッと布団をかぶってしまった。瞳子さん、どうしたんですか。もしかして記憶にまだ何か。違うよ、
からこそ。思い出したからこそ、何ですか？決まってるでしょ、難しいの。はい？何が恥ずかしいんですか？だってだって、私ご褒美デートの時にシュウ君の前で下着を買ったり、他にも学院でキスをいっぱいしたり、他にも一緒にエッチの映像を見たり、それに経験して、この前なんてシュウ君に見せつけるように、こんな恥ずかしいことしてどんな顔すればいいのかわかんないよ。確かに恥ずかしいことかもしれないが、なんで今更？むしろあの時ノリノリだったのは瞳子さんの方だったと記憶しているんですが。言わないで、言わないで。というか、私着替えてる。意識がないのに着替えてるなんて。これもシュウ君がしてくれたんだよね。見られた。いや、それは瞳子さんが自分で、というか別の機会で裸は見てますが、俺も見られてますし。そうだけど、そうなんだけど、どうして私今まであんなに恥ずかしいことを平気でしてたんだろう。これはどういうことだ。いきなりこの反応は一体、もしかして記憶とは別の問題が起きたのか。ちょっと電話してきます。電話で判明するかどうかはわからないけど、俺は部屋を飛び出し相馬さんに電話をかけた。ということなんですが、何かどうなっているのかわかりますか？相馬さん、記憶とはまた別の問題が起きたんでしょうか？いや、それは違うだろう。むしろ喜んでいい。それこそが解決した証なんだから。それは一体どういうことですか？今まで彼女は自分の感情を魔力に変換して記憶の維持を行ってきたけれど、記憶を破棄した今、その感情は魔力に変換されることもない。つまり感情が豊か、いや違うね、激しく、これも語弊がある。とにかく今彼女は本来の感情を取り戻しているということ、それこそが彼女にとって普通ということだ。安心していいよ。そうですか。それは何よりですけど、かなり過剰な反応で。戸惑っているだけじゃないかな。今までとは違う自分に。そういうことならいいんですが。一応念のためそちらに行こうか。いえ、こっちから向かいますよ。わかった、待っているよ。ああ、だが別に何かを心配してではないよ。大丈夫だとは思うが、念のためにね。はい、わかりました。それじゃあまた後で。相馬さんの言葉が聞けて安心できた。相馬さんに見てもらうまで完全に安心するにはまだ早いかもしれないが、きっと大丈夫だ。なぜだかわからないけど、それだけの確信と安心が今の俺にはあった。問題は、私明日なさすぎだよ。なんであんなことしちゃったんだろう。なんであんなことしちゃったんだろう。落ち着いてください、瞳子さん。シュウ君はどうしてそんな平気でいられるの。それは最初は恥ずかしかったですけど、興奮の方がシュウ自身を上回っていたというか、勢いというか、一度見せたらなんか慣れました。どうして私は今更こんなに恥ずかしくなってるんだろう。なんだか思い出しただけで。布団の中でバタバタと暴れるように一人身もだえる瞳子さん。そんな瞳子さん初めて見るな。いつものお姉さんな感じの瞳子さんもいいけど、こういう瞳子さんも可愛い、子供みたいで。どうして笑うの。だって瞳子さん可愛いから。本当ですよ、ますます好きになりました。うん、今そういう風に言われてもあんまり嬉しくないかも。本当のことですよ、別に恥じたりしなくていいですって。そうして身もだえている瞳子さんも、いつものお姉さんの瞳子さんも、ちょっとはしたない瞳子さんも、全部俺の大好きな姿ですから。やっぱり今はあんまり嬉しくない。
そうですか。俺は嬉しいですよ。トウコさんが恥ずかしがったり不機嫌そうにしたり、そういう反応を示してくれて。だから隠してないで、ちゃんと顔を見せてください。顔を見て話したいんです。やっぱり俺はトウコさんがいないとダメですから。トウコさんはゆっくりと布団を離す。そして恥ずかしそうに俺と正面から向き直った。私もシュン君の笑顔が見られることは嬉しいよ。はい。でも本当に変なの。自分でもびっくりするぐらい恥ずかしくて、今はちょっと顔をまともに見られそうにないかも。すぐになれますよ。大丈夫、俺は待ちます。時間ならありますからね。優しくトウコさんの頭を撫でる。シュン君。サラサラの髪、触ってやるだけで気持ちいい。そして俺が頭を優しく撫でると、トウコさんが頬を赤くしたまま俺を不思議そうな目で見上げた。嫌ですか？嫌じゃないよ。そうして頭を撫でられるとちょっと、かなり嬉しいかも。私、頭を撫でられるの好きみたい。よかった。ねえ、もっと撫でてくれる？はい、もちろん。なんだかよくわからないままでも、トウコさんは嬉しそうに笑って俺の手を受け入れた。俺の些細な動きにもこうしてトウコさんは反応してくれる。それが無性に嬉しくて、今まで心を締め付けていた何かが緩み、一気に感情が吹き出してきた。シュウ君？いえ、何でもありません。一瞬俺は泣きそうになっていた。けど泣く必要なんて、必要なんてない。俺たちには過去じゃなくて未来が広がっているんだから。その後、恥ずかしがるトウコさんも徐々に落ち着き、俺たちは相馬さんの元を訪ねた。トウコさんに細かい説明はできないので、ケーキ祝いの会期ですかね、祝いのパフェという名目で。そして見てもらった結果は改めて説明するまでもない。もう大丈夫だ。彼女から魔法の気配はもう消えている。そうですか、よかった。そして星名くん、これは予想外のことなんだが、何かまだ問題か？君の魔法の気配、それも消えてしまっているんだ。え？それって相手の心と干渉するほど魔法が暴走したんだろ。もともと君の魔法は希薄な力だった。そこに過剰な魔力が流れ込んだ。一時的に力は増大したが、流れ込む魔力に耐えきれず魔法が壊れた。それはつまり、もう君には人の心を感じる力はないということだよ。そうなんですか。あまり不安そうではないね。少し前はコミュニケーションに自信がないと言っていたけれど、正直どうなるのかは実感がないという感じでしょうか。これから困ったことになるかもしれないですけど、その時はその時です。再スタートというか、トウコさんと一緒に頑張りたいと思いますよ。そうか。今回のことは私もいい経験になったよ。人を知りたい、人になりたい、そんなことばかり思ってきたけれど、人として生きるためには知識よりも重要なものがあるのかもしれない。私ももっともっといろんなことを学ばないといけない。俺も勉強というか新しいことを知りました。母さんが魔法を望んだのは誰か一人を強く思ったからなんだって。それは俺が考えていた理由と全然違っていて、案外軽かったです。母さんにとって耳のことは些細ではないにしろ、魔法に頼るほどじゃなかった。むしろ大好きな人のことの方が母さんにとっては重要だった。でも世の中ってそういうものなのかもしれない。つまりこの能力は母さんにとっては希望であり、幸せの象徴であった。だからこそ俺に授けてくれたんだ。母さんのように最愛の人を見つけて幸せになれますようにって。ありがとう母さん。そうか。おう、それから星名くん、もう一つ伝えておくべきことがあるんだが。はい。
本当にごめんなさい。あの何がでしょうか。実は俺がアイツさんから奪ってしまった魔力なんだけど、相馬さんが言うには俺の中から消えたんだって。それはきっと俺の感情に反応して魔力として使ってしまったからだと思う。だから本当にごめんなさい。あ、そのことですか。改まって何かと思いました。あの、怒ってないんですか。怒ったら魔力を返してくれます。いや、それはそのすみません、今のはかなり意地悪な質問でしたね。ただの冗談ですよ。怒ったりしてません。私も戸隠先輩が目覚めてくれて安心できましたから、これぐらいで済んだのなら何の問題もありません。あやつさん、それにほら、これを見てください。そう言ってあやつさんが取り出したのは例のかけらを集める小瓶だった。戸隠先輩とのことがあったからだと思うんですが、かけらが戻ってきたんです。そうなの。星名くんは全部を使ったわけじゃなく、一部を魔力として使っただけで、残りはこっちに戻ってきただけです。戸隠先輩にもう負い目を感じることもなくなったからで、私のことを気にする必要はないんですよ。けど勝手に使った分もあるから。それは星名くんがおかけんで頑張ってくれた分で総裁です。実際今のこのかけらの量は、私が星名くんと出会う前よりほんの少し少ないだけですから。ですから本当に気にしないでください。いろいろありましたが、この際なんやかんやで差し引きチャラということでどうでしょう。わかった。じゃあそうさせてもらうよ。その代わりってわけじゃないけど、これからもおかけんの活動を頑張るよ。はい、よろしくお願いします。そうしてようやく俺たちはいつもの日常に戻っていった。サノバビッチ、おかえりなさい。はい、ということでちょっと、これ最後までやった方がいいのか、それともちょっとね20分30分かかるようなら切った方がいいかなと思ったんで、まあ、もしかしたら次のパートめちゃくちゃ短くなっちゃうかもしれないんですが、まあ、今回はね切りもいいところなので、ここで終わりたいと思います。まあ結構1時間ぐらいね長々とした動画になってしまったんですが、最後までありがとうございます。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。